いやー皆さん本当に1週間お疲れ様でした。いやーテクニカル杯ね、本当に応援の方ねたくさんありがとうございました。いやベスト8はね、ちょっと壁は高かったんですけど、まあ一生懸命1週間戦い抜いて、まあなんとかね久しぶりに数字として、結果を残せれて良かったかなというふうに思います。まあ次はねスピちゃん予選、ここがね本番なんで、こここそベスト8入って、スピちゃん本戦なんとかねまた出場できるように3度目の正直頑張っていきたいというふうに思います。とりあえずねまた練習の方頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。ありがとう。はいどうも、はじめましたりチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、現在15時、12月1日の15時、皆さん来ましたね。お待ちかねの選択契約書が来ました。はい、まあこちらの、スカウトなんですけど、まあ、選択契約書という、まあ、1年に2回かな2回配布されるガチャなんですけど、これだから自分の好きな選手を確実に取れるっていうスーパーガチャなのよもう語彙力ないけど、なんですけど、まあ、今回ね、まあ、僕大谷さんに、まあ、めちゃくちゃお金使ってしまい、ちょっと金欠なんで自分自身は引けないんだけど、ちょっとね、多分選択契約書誰取ったらいいのかなってすごい迷う方も多いと思いますので、そこら辺をですね皆さんに5人の選手をちょっとピックアップして紹介していきたいなというふうに思います。でね、この5人なんで5人なのかっていうと、おそらくだけど5人の選手挙げれれば、みんなも、多分多くの大半の方が当てはまるのかなというふうに思うので、今からね、早速ご紹介していこうかなというふうに思います。5人トップ5なんだけど、1位から紹介していきます。普通逆やん、5、4、3、2、第1位はダメダメって感じだと思うんだけど、なんで1位から発表するかというと、そっちの方が多分みんなの状況的にも伝わりやすいというふうに思うのよ。そうそうそう、思うのよってなんか急におねえ感になっちゃったけど別にお姉とかじゃないからね、最近コメントとかでお姉とか言われるけど、まあちょっとそんなことはさておきね、1位から発表して、まあ詳しくね、解説していこうかなというふうには思います。それではじゃあ選択契約書、まず早速第1位はこちらの選手です。2022年シリーズ2メルセデスはい、というところでね、第1位に挙げさせてもらったのはこのメルセデス投手です。いやーねー、本当にもうこれはね、最強投手。まあ、詳しく、まあ、メルセデス投手はですね、まあ、僕も動画にしてますので、そちらを見ていただけたらわかるかなというところはあるんですが、こちらのメルセデス投手、まあ、簡単に強さを説明すると、まっすら、そしてツーシーム、この2球種で大体抑えれます。で、大ピンチがあるということでね、まあ、とにかく雑に強いピッチャー、そしてね、ゲームを作れるピッチャーです。でね、僕ね、今回の大会ね、90何位で終わったんですけど、最後の直近30試合、もうマッチを言ったら最後の終盤なんてもう強い人にしか当たらんのよ。その30試合、6試合だから、もうメルセデスが回ってきたの6試合ね、30割5で先発ローテ全勝です。やばない最強なんだよね、本当にマジで素晴らしい、もう使っててテクニカルファイも安心安全のメルセデスって感じでしたね。なんで、まあ、このメルセデス投手、まあ、どういった方を狙っていった、どういった方が、欲しいかなというところなんだけど、まあ、先発ピッチャーが1人でも不安のあるピッチャーが、いる方は、ぜひぜひ、この選択契約書でねメルセデス投手を獲得して、自分のものにしてほしいかなというふうに思います。さあそれではいきましょう。第2位はこの選手、2022シリーズ2、千賀滉大。はい、というところでね、2022年シリーズ2はですね、あ、じゃあ、第2位はですね、この千賀滉大投手、挙げさせてもらいました。いやねー、この千賀さんね、やっぱり千賀なんだよね。でね、しかも今回の、最新はね、やっぱスプリームスラーブを持ってて、タイピンチを持ってるんですよ。もうこれがミソで、まあ、僕もね、今回テクニカルファイ使ってましたけど、もちろん、まあ、千賀さん得意な方とかもいるので、メルセデスさんよりかは打たれた、印象ではあるんだけど、まあ、なんやかんややっぱり強い。でね、あと特になんだけど、深夜帯の千賀さん、プラス相手が沼ってる時の千賀さんとかは、マジでぶっ刺さる。まあね、あとね、球が速いからね、あとフォークの球も高いし、困った時にね、雑にベストピッチフォークとかで、運ゲーを仕掛けれたりとかもうできるのがこの千賀投手の、魅力であるのかなというふうには思いますね。なんで、まあ、メルセデス投手を持ってて、まあ、他に、まあ、もう1枚、ピッチャー欲しいなっていう方はこの千賀投手ありかなと思う。ただ注意点があります。現時点で今までのシリーズの千賀投手を持ってる方注意です。はい、ちょっとそういうことでね、ちょっと第3位の方に参りましょう。第3位、2022年シリーズ1
ビエイダわあはい、というところでね、第3位になんとシリーズ1の選手がここでランクインしました。ビエイラ投手です。まあね、ぶっちゃけ言います。はい、現環境リアタイの投手陣で、個人的に一番強いと思ってますこのビエイラじゃあなんでレイちゃん1位じゃないのっていうところなんだけど、まあね、結局、まあ、結論から言うと先発がまずは大事だといったところです。で、まあ、このビエラ投手ね、皆さんもね、もう強さの方は分かってるというふうに思うんですけど、まあ、どういった使われ方をするかというと、まあ、2パターンありまして、1つがですね、初手ビエラ、もう初回からビエラぶっ込んで試合の流れを作っていくみたいな展開で、2つ目はですね、僕はどっちかというと2つ目なんだけど、勝ちパじゃねえねそれポケモン混ざったわ。勝ち戦での守護神ビエイラ、例えば3回 2-0 で勝ってる場面とかで、もう相手が上手い方とかで、ね、なんとか抑えたい、初手からその3回の頭からビエイラとか、っていう使い方をするっていうところで、まあ、使うんですけど、まあ、個人的には、後者の、使い方がいいかなと思ってて、やっぱり勝ってる場面でビエイラを出すとだいぶ有利になるんですよねこっちが、でそれってやっぱり先発ピッチャーとかその前のピッチャーが流れを作っておかないといけないんだよね、ってなってくるとやっぱり先発ピッチャーが大事なんですよ。なんで1位メルセデス、2位千賀さんにさせてもらったんですよね。ただ、先ほど注意点があるっていう風で言いましたけど、千賀さんのところで今までの千賀さんを持ってる方、持ってる方でもう中継ぎがじゃあ千賀さんそれ含めてある程度揃ってると、メルセデスも持ってるよといった方で、もう千賀さんをスプリームに継承するために今回選択契約書を引くんではなくて、それだったらビエラを取ってほしい、まあ、ぶっちゃけ今までの千賀さんも悪くないので、ツーシーム、ね、スプリームがない千賀さんも強いですし普通に、まあ、スプリーム変化量2の方も強いですし、なのでそういった方でも、まあ、ビエラ投手を狙っていきたいかなといったところはありますね。もうマジで強いからこのピッチャー、俺スピチ予選までね本当に克服しないといけない。今大会ビエラにやられたと言っても過言ではないから。第4位は2020年シリーズ1藤井荒野来ましたね。いやもうやっぱいるわ、このピッチャーはね、折った方がいいまあね、なんで第4位ビエラさんより低いのかっていうと、順位がまあ、ビエラさんは配球とか、まあ、組み立てで、自分のその配球力で抑えれることができるんですけど、まあ、ちょっと藤井投手に関してはぶっちゃけ運ゲー要素が強いもうどっちか待たれてたら打たれちゃうようなピッチャーなんですよ。まあ、言って僕最近あだ名つけてるんですけど、マジ天国と地獄を分けるピッチャーなんですよただやっぱり、どうしても勝ちたい試合とかで藤井投手を、持ってくるとマジで、助かったり、まあ、地獄に落ちてしまったりみたいなことがあるので、ね、まあ、ワンチャンを掴めるピッチャーなんですよね、このフォースラとタツラの、ね、藤井投手は、藤井荒野投手、すごい混ざったけどなんでね、藤井さんは、まあ、ビエラさんとか持ってる方は、まあ、まだ取ってないよっていう方はこの選択で、必ず取っといた方が、まあ、取っといて損はないっていう言葉が一番似合うピッチャーかな持っといて本当に損はしない。テクニカル界でも僕ね、序盤使うの怖かったんだけど、終盤結構使ったんだけど、本当に助けてもらいました。はい、いいピッチャーです。第5位、中日ライデル・マルティネス、2022シリーズ2はい、というところでね、ライデルですね。いやね、いや今の環境的にこのライデルってまだね出てきてないんだよ、ただ俺は今後ビエイラさんほどではないかもしれないけど、ビエイラさんぐらいの脅威力を持ってる、損害能力をしてる、投手なんじゃないかなと思う。このね、最新シリーズね、制球が A なんだよね。マジで負けも、ね、9位も A だし。で、2スプを持ってて、ストレートも161キロの9位 A。で、タイピンチも持ってるんだよね。だからタイピン発動した時スプリットエグいし、ナックルカーブ4なんよ。まあ、ツーシーム自体そこまで変化量があるわけじゃないけど、それでも打ちづらいと思うよ。なんで、まあ、ビエラさんとか藤井さん持ってるとか、まあ、メルセデスさん持ってるとか、で、まあ、他はね、まあ、千賀さん持ってるよとか、もうピッチャー結構固まってるよっていう方は、このライデルはね、取っといた方がいいんじゃないかなと思うよ。俺もね、今ね、結構ライデル、このライデルマジで欲しいから、取って継承したいぐらいなんで、なんでね、ちょっとこのライデルは今後注目すべき選手になってくるんじゃないかなというふうには思います。
はい、というところでね、以上5選手をね紹介させてもらったんですけど、野手がね一人も名前上がらなかったんだけど、まあ、これはね、どういった形かというと、まあ、選択契約書ってやっぱり僕は昔からピッチャーをおすすめしてます。まあ、野手って結局アーチスト使っても打てないときは打てないんだよ。ただピッチャーって無凸でも相手を抑えてくれるときは抑えてくれるんよ。これってどういうことかというと、僕今大会1回ありましたけど、打率がめちゃくちゃ高い相手に 1-0 で勝ってるんよ。由伸さんからビエラさんにつなげて1-0。こういう試合も全然あるんですよね、相手がモサレを。そうそうそう、だもんで、ピッチャーを優先的に取った方が勝率は上がるんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕みたいにね結構ピッチャーが揃ってる方は、野手、例えばね村上さんとか岡本さんとか、自分のね欲しい強化したい野手を取りに行くのはありなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というところでね、皆さんちょっとね長々と説明しましたけど、ぜひとも、ぼやけてる、戻ってきた選択契約書をね、自分が取りたい選手、まあ、あとはね、結局自分が欲しい選手を取りましょう、これが一番大事かなと。今まで僕だってね、あの昔とか高橋礼選手のために選択契約書使ったりとかしましたからね。というところでね、皆さん選択契約書を有意義に使ってあげてください。それじゃあ皆さんお疲れ。